江戸川アラン・ポー、黒猫私がこれから書こうとしている極めて機械な、また極めて素朴な物語については、自分はそれを信じてもらえるとも思わないし、そう願いもしない、自分の感覚でさえ自分の経験したことを信じないような場合に、 他人に信じてもらおうなどと期待するのは本当に正気の沙汰とは言えないと思うだが私は正気を失っているわけではなくまた決して夢見ているのでもないしかし明日私は死ぬべき身だで今日のうちに自分の魂の重荷を下ろしておきたいのだ 私の第一の目的は一連の単なる家庭の出来事をはっきりと簡潔に注釈抜きで世の人々に示すことであるそれらの出来事はその結果として私を恐れさせ苦しめそして破滅させただが私はそれをくどくどと説明しようとは思わない 私にはそれはただもう恐怖だけを感じさせた。多くの人々には恐ろしいというよりもバロックなものに見えるであろう。今後あるいは誰か知者が現れてきて私の幻想を単なる平凡なことにしてしまうかもしれぬ。誰か私などよりももっと冷静なもっと論理的な もっとずっと興奮しやすくない知性人が私が意欲を持って述べる事柄なのにごく自然な原因結果の普通の連続以上のものを認めないようになるであろう子どもの頃から私はおとなしくて情け深い性質で知られていた私の心の優しさは仲間たちからからかわれるくらいに際立っていた とりわけ動物が好きで両親もさまざまな生き物を私の思いどおりに飼ってくれた私は大抵それらの生き物を相手にして時を過ごしそれらに食べ物をやったりそれらを愛舞したりする時ほど楽しいことはなかったこの特質は成長するとともにだんだん強くなり大人になってからは 自分の主な楽しみの源泉の一つとなったのであった忠実な利口な犬を可愛がったことのある人にはそのような愉快さの性質や強さをわざわざ説明する必要はほとんどない動物の非利己的な自己犠牲的な愛の中には単なる人間のさもしい友情や薄っぺらな真偽をしばしば舐めたことのある人の心を 直に打つ何者かがある。私は若い頃結婚したが幸いなことに妻は私と性の合う気質だった私が家庭的な生き物を好きなのに気がつくと彼女は檻さえあればとても気持ちのいい種類の生き物を手に入れた私たちは鳥類や金魚や一匹の立派な犬やウサギや 匹匹のの小猿や一匹の猫などを飼った。この最後のものは非常に大きな美しい動物で体中黒く驚くほどに利口だったこの猫の知恵のあることを話す時には心ではかなり迷信にかぶれていた妻は黒猫というものがみんな魔女が姿を変えたものだという あの昔からの世間の言い伝えをよく口にしたものだったもっとも彼女だっていつでもこんなことを本気で考えていたというのではなく私がこの事柄を述べるのはただちょうど今ふと思い出したからに過ぎない「プルートー」というのがその猫の名であったは私の気に入りであり遊び仲間であった 食べ物をやるのはいつも私だけだったし、彼は家中。私の行くところへどこへでも一緒に来た。オーラインまでついてこないようにするのには、かなり骨が折れるくらいであった。私と猫との親しみはこんな具合にして数年間続いたが。その間に私の気質や性格は？一般に酒癖という悪鬼のために。 急激に悪い方へ白状するのも恥ずかしいが変わってしまった私は一日一日と気難しくなり感ん持ちになり他人の感情などちっとも構わなくなってしまった妻に対しては乱暴な言葉を使うようになったしまいには彼女の体に手を振り上げるまでになった 飼っていた生き物も、もちろんその私のの性質の変化を感じさせられた。私は彼らをかまわなくなっただけでなく虐待したけれどもウサギや猿やあるいは犬でさえも何気なくまたは私を慕ってそばへやって来ると遠慮なしにいじめてやったものだったがプルートをいじめないでおくだけの心遣いはまだあった。 しかし私の病気は募ってきてああアルコールのような恐ろしい病気が他にあろうかついにはプルートーでさえ今では年をとって従っていくらか怒りっぽくなっているプルートーでさえ私の不機嫌のとばっちりを受けるようになったある夜町のそちこちにある自分の行きつけ酒場の一つから ひどく酔っ払って帰ってくるとその猫がなんだか私の前を避けたような気がした私は彼をひっ捕らえたその時彼は私の手荒さにびっくりして歯で私の手にちょっとした傷をつけたとたちまち悪魔のような憤怒が私に乗り移った私は我を忘れてしまった 生来の優しい魂はすぐに私の体から飛び去ったようであったそして人種におだてられた悪鬼以上の憎悪が体のあらゆる筋肉をブルブル震わせた私は直ョのポケットからペンナイフを取り出しそれを開きそのかわいそうな動物の喉をつかむと悠々とその眼下から 片目をえぐり取ったこの憎むべき強行を記しながら私は表を分からめ体がほてり身震いする朝になって理性が戻ってきた時一晩眠って前夜の乱行の毒気が消えてしまった時自分の犯した罪に対して半ば開墾の情を感じたが それもせいぜい弱い曖昧な感情で心まで動かされはしなかった私は再び無節制になって間もなくその行為の全ての記憶を酒に紛らしてしまったそのうちに猫はいくらかずつ回復してきた目のなくなった眼科はいかにも恐ろしい様子をしてはいたが もう痛みは少しもないようだった。彼は元通り家の中を歩き回っていたけれども、当たり前のことであろう、私が近づくとひどく恐ろしがって逃げていくのだった。私は前にあんなに自分を慕っていた動物が、こんなに明らかに自分を嫌うようになったことを、初めは悲しく思うくらいに、 しかしこの感情もやがて感触に変わっていったそれからまるで私を最後の取り返しのつかない破滅に陥らせるためのように天の尺の心持ちがやってきたこの心持ちを哲学は少しも認めてはいないけれども私は 自分の魂が生きているということと同じくらいに天の邪気が人間の心の原始的な衝動の一つ人の性格に命令する分かつことのできない本源的な性能もしくは感情の一つであるということを確信しているしてはいけないというただそれだけの理由で自分が邪悪な あるいは愚かな行為をしていることに人はどんなにかしばしば気づいたことであろう人は掟を単にそれが掟であると知っているだけのためにその最善の判断に逆らってまでもその掟を破ろうとする永続的な成功をもっていはしないだろうかこの天の尺の心持ちが今言ったように私の 最後の破滅をきたしたのであった何の罪もない動物に対して自分の加えた障害をなおも続けさせとうとうしとげさせるように私をせっついたのは魂の「自らを苦しめようとするそれ自身の本性に暴虐を加えようとする悪のためにのみ悪をしようとする」 この不可解な絶望であったのだ。ある朝冷然と私は猫の首にわなわをはめて一本の木の枝につるした目から涙を流しながら心に痛切な快根を感じながらつるした。 その猫が私を慕っていたということを知っていればこそ、猫が私を怒らせるようなことは何一つしなかったということを感じていればこそ、つるしたのだ。そうすれば、自分は罪を犯すのだ。自分の不滅の魂を、いとも慈悲深く、いとも恐るべき、 神の無限の慈悲の及ばないかなたへ置くもしそういうことがありうるならほどにも危うくするような極悪罪を犯すのだということを知っていればこそつるしたのだったこの残酷な行為をやった日の晩私は火事だという叫び声に 眠りから覚まされた。私の寝台のカーテンに火がついていた家全体が燃え上がっていた妻と召使いと私自身とはやっとのことでその火災から逃れた何もかも焼けてしまった私の全財産はなくなりそれ以来私は絶望に身を任せてしまった この災難とあの凶行との間に因果関係をつけようとするほど私は心の弱いものではないしかし私は事実のつながりを詳しく述べているのであって一つの勘でも不完全にしておきたくないのである火事の次の日私は焼け跡へ行ってみた壁は一箇所だけを除いてみんな焼け落ちていた この一か所というのは家の真ん中あたりにある私の寝台の頭に向かっていたあまり熱くない仕切り壁のところであったここの漆喰だけは大体いい火の力に耐えていたがこの事実を私は最近そこを塗り替えたからだろうと思ったこの壁の周りに真っ黒に人がたかっていて多くの人が その一部分を綿密な熱心な注意をもって調べているようだった妙だな不思議だねという言葉やその他それに似たような文句が私の好奇心をそそった近づいてみるとその白い表面に薄にくぼりに彫ったかのように巨大な猫の姿が見えた そのあとは全く驚くほど正確に現れていたその動物の首の周りには縄があった最初この妖怪というのは私にはそれ以外のものとは思えなかったからだがを見た時私の驚愕と恐怖とは非常なものだったしかしあれこれと考えてみて やっと気が休まった猫が家に続いている庭につるしてあったことを私は思い出した火事の警報が伝わるとこの庭はすぐに大勢の人でいっぱいになりその中の誰かが猫を木から切り離して開いていた窓から私の部屋の中へ投げ込んだものに違いない。これはきっと 私の寝ているのを起こすためにやったものだろうそこへ他の壁が落ちかかって私の残虐の犠牲者をその塗りたての漆喰の壁の中へ押しつけそうしてその漆喰の石灰と火炎と死骸から出たアンモニアとで自分の見たような像が出来上がったのだ今述べた驚くべき事実を 自分の両親に対しては全然できなかったとしても理性に対してはこんなにたやすく説明したのであるがそれでもそれが私の想像に深い印象を与えたことに変わりはなかったいくつきもの間私はその猫の現像を払いのけることができなかったそしてその間「開恨に似ているがそうではないある漠然とした感情が」 私は猫のいなくなったことを悔やむようにさえなりそのころ行きつけの枠所でそれの代わりになる同じ種類のまたいくらか似たような毛並みのものがいないかと自分の周りを探すようにもなったある夜ごくたちの悪い酒場に半ばぼうぜんとして腰掛けていると その部屋の主な家具を担っている人種かラム酒のオーダルの上に、なんだか黒いものがじっとしているのに突然注意を引かれた。私はそれまで数分間その大樽のてっぺんのところをじっと見ていたので、今私を驚かせたことは、自分がもっと早くそのものに気がつかなかったという事実なのであった。私は近づいて行ってそれに手を触れてみた。 それは一匹の黒猫。非常に大きな猫でプルートーくらいの大きさは十分にあり一つの点を除いてあらゆる点で彼にとてもよく似ていたプルートーは体のどこにも白い毛が一本もなかったがこの猫は胸のところがほとんど一面にぼんやりした形ではあるが。 大きな白いいで覆われているのだ。私が触るとその猫はすぐに立ち上がり盛んにゴロゴロ喉を鳴らし私の手に体をすりつけ私が目をつけてやったのを喜んでいるようだったこれこそ私の探している猫だった私はすぐにそこの主人にそれを買いたいと言い出したが主人は その猫を自分のものだとは言わずちっとも知らないし今までに見たこともないというのだった私は愛イを続けていたが家に帰りかけようとするとその動物はついてきたいような様子を見せたでついてくるままにさせ歩いていく途中で折々かがんで軽く手をたたいてやった家へ着くとすぐに居ついてしまい すぐ妻の非常なお気に入りになった私はというとまもなくその猫に対する嫌悪の情が心の中に沸き起こるのに気がついたこれは自分の予想していたこととは正反対であったしかしどうしてだかまたなぜだかは知らないが猫が はっきり私を好いていることが私をかえって嫌がらせうるさがらせただ,だんだんにこの嫌でうるさいという感情が高じて激しい憎しみになっていった私はその動物を避けたある残機の念と以前の残酷な行為の記憶とが私にそれを肉体的に虐待しないようにさせたのだ 数週の間私は鬱つとかそのほか手荒なことはしなかったが次第次第にごくゆっくりと言いようのない嫌悪の情をもってその猫を見るようになり悪役の息吹から逃げるようにその忌むべき存在から無言のままで逃げ出すようになった。 疑いもなくその動物に対する私の憎しみを増したのはそれを家へ連れてきた翌朝それにもプルートのように片目がないことを発見したことであったけれどもこの事柄のためにそれはますます妻にかわいがられるだけであった妻は以前は私の立派な特徴でありまた 多くの最も単純な最も純粋な快楽の源であったあの慈悲深い気持ちを前にも言ったように多分に持っていたのだしかし私がこの猫を嫌えば嫌うほど猫の方はいよいよ私を救うようになってくるようだった私の後をつけまわりそのしつこさは読者に理解してもらうのが困難なくらいであった 私が腰掛けている時にはいつでも椅子の下にうずくまったりあるいは膝の上へ上がってしきりにどこへでもいまいましくじゃれついたりした立ち上がって歩こうとすると両足の間へ入って私を倒しそうにしたりあるいはその長い鋭い爪を私の着物に引っ掛けて胸のところまでよじ登ったりするそんな時には殴り殺してしまいたかったけれども そうすることを差し控えたのはいくらか自分の以前の罪悪を思い出すためであったが主としてはあっさり白状してしまえばその動物が本当に怖かったためであったこの怖さは肉体的災害の怖さとは少し違っていたがそれでもその他にそれを何と説明してよいか私にはわからない 私は告白するのが恥ずかしいくらいだがそうだこの重罪人の官房の中にあってさえも告白するのが恥ずかしいくらいだがその動物が私の心に起こさせた恐怖の念は実にくだらない一つの妄想のために強められていたのであったその猫と前に殺した猫との唯一の目に見える違いといえば さっき話したあの白い毛の斑点なのだが妻はこの斑点のことで何度か私に注意していたこの斑点は大きくはあったが元は大変ぼんやりした形であったということを読者は記憶せられるであろうところがだんだんにほとんど目につかないほどゆっくりとそして 長い間私の理性はそれを気の迷いだとして否定しようと焦っていたのだがそれがとうとう全くきっぱりした輪郭となったそれは今や私が名を言うも身震いするようなものの格好になったそしてとりわけこのため私はその怪物を嫌い恐れ できるなら思い切ってやっつけてしまいたいと思ったのであるがそれは今や恐ろしいものすごいものの講習台の形になったのだおお恐怖と罪悪との苦悶と死との勇ましい恐ろしい警具の形になったのだそして今こそ私は実に 単なる人間の惨めさ以上の惨めであった一匹の畜生がその仲間のやつを私は呆然として殺してやったのだ一匹の畜生が私に意図高き神の形にかたどって作られた人間である私にかくも多くの耐え難い苦痛を与えるとはああ 昼も夜も私はもう暗息の恩恵というものを知らなくなった昼間はかの動物がちょっとも私を一人にしておかなかった夜には私は言いようもなく恐ろしい夢から毎時間ぎょっとして目覚めるとそいつの熱い息が自分の顔にかかりそのどっしりした重さが 私には払い落とす力のない悪魔の化身がいつもいつも私の心臓の上に押しかかっているのだったこういった呵責に押しつけられて私のうちに少しばかり残っていた善も敗北してしまった邪悪な考えが私の唯一の友となった最も暗黒な 最も邪悪な考えが私のいつもの気難しい気質はますます募ってあらゆるものやあらゆる人を憎むようになったそして今では幾度も突然に起こる抑えられぬ激怒の発作に盲目的に身を任せたのだが何の苦情も言わない私の妻は「ああ。 それを誰よりもいつもひどく受けながら辛抱強く我慢したのだったある日何かの家の用事で貧乏のために私たちが仕方なく住んでいた古い穴らの中へ私と一緒に降りてきた猫もその急な階段を私の後へついて降りてきたがもう少しのことで私を真っ逆さまに突き落とそうとしたので。 私はカッと激怒した。怒りのあまりこれまで自分の手を止めていたあの子供らしい怖さも忘れて斧を振り上げその動物をめがけて一撃に撃ち下ろそうとしたそれを自分の思った通りに打ち下ろしたならもちろん猫は即座に死んでしまったろうがその一撃は妻の手で遮られた。 この邪魔立てに悪気以上の憤怒に駆られて私は妻につかまれている腕を引き離し斧を彼女の脳天に打ち込んだ彼女はうめき声も立てずにその場に倒れて死んでしまったこの恐ろしい殺人をやってしまうと私はすぐに 極めて慎重に死体を隠す仕事に取り掛か,かった昼でも夜でも近所の人々の目に留まる恐れなしにはそれを家から運び去ることができないということは私には分かっていた色々いろいろの計画が心に浮かんだある時は死骸を細かく切って火で焼いてしまおうと考えたまたある時は 穴蔵の床にそれを埋める穴を掘ろうと決心したさらにまた庭の井戸の中へ投げ込もうかとも商品のように箱の中へ入れて普通やるように荷造りして運搬人に家から持ち出させようかとも考えてみた最後にこれらのどれよりもずっといいと思われる工夫を思いついた中世紀の僧侶たちが 彼らの犠牲者を壁に塗り込んだと伝えられているようにそれを穴蔵の壁に塗り込むことに決めたのだそういった目的にはその穴蔵は大変適していたそこの壁は存在にできていたし近頃粗い漆喰を一面に塗られたばかりで空気が湿っているためにその漆喰が固まっていないのだった その上に一方の壁には穴らの他のところと同じようにしてある見せかけだけの煙突か暖炉のためにできた突き出た一か所があったここのレンガを取りのけて死骸を押し込み誰の目にも何一つ怪しいことの見つからないように前のとおりにすっかり壁を塗りつぶすことは造作なくできるに違いないと私は思った そしてこの予想は外れなかった。金てこを使って私はたやすくレンガを動かし内側の壁に死体を注意深く寄せかけるとその位置に支えておきながら大した苦もなく全体を元の通りに積み直したできる限りの用心をしてモルタルと砂と毛髪とを手に入れると前のと区別のつけられない漆喰をこしらえ それで新しいレンガ細工の上をとても念入りに塗った仕上げてしまうと万事がうまくいったのに満足した壁には手をくわえたような様子が少しも見えなかった床の上のくずはごく注意して拾い上げた私は得意になって辺りを見回してこう独り言を言ったさあ これで少なくとも今度だけは俺の骨折りも無駄じゃなかったぞ次に私のやることはかくまでの不幸の原因であったあの獣を探すことであったとうとう私はそれを殺してやろうと固く決心していたからであるその時にそいつに出会うことができたならそいつの命はないに決まっていた がそのずるい動物は私のさっきの怒りの激しさにびっくりしたらしく私が今の気分でいるところへは姿を見せるのを控えているようであったその嫌でたまらない生き物がいなくなったために私の胸に生じた深いこの上なく幸福な安堵の感じは記述することも想像することもできないくらいである猫は その夜中姿を現さなかったでそのためにあの猫を家へ連れてきて以来少なくとも一晩だけは私はぐっすりと安らかに眠ったそうだ魂に人殺しの重荷を負いながらも眠ったのだ2日目も過ぎ3日目も過ぎたが それでもまだ私の呵者は出てこなかったもう一度私は自由な人間として呼吸したあの怪物は永久にこの屋内から逃げ去ってしまったのだ私はもうあいつを見ることはないのだ私の幸福はこの上もなかった自分の強行の罪は ほとんど私を不安にさせなかったさんの尋問は受けたがそれには造作なく答えた家宅捜索さえ一度行われた無論何も発見されるはずがなかった私は自分の未来の幸運を確実だと思った殺人をしてから4日目に全く思いがけなく 一体の警官が家へやってきて再び屋内を厳重に調べにかかったけれども自分の隠匿の場所はわかるはずがないと思って私はちっともどぎまぎしなかった警官は私に彼らの捜索についてこいと命じた彼らは隅々までも残るくまなく探した ととうう三度目か四度目に穴蔵へ降りていった私は体の筋一つ動かさなかった私の心臓は罪もなく眠っている人の心臓のように穏やかに鼓動していた私は穴蔵を端から端へと歩いた腕を胸の上で組みあちこち悠々と歩き回った 警官はすっかり満足して引き上げようとした私の心の歓気は抑えきれないくらい強かった私は外科のつもりでたった一言でも言ってやりまた自分の潔白を彼らに確かな上にも確かにしてやりたくてたまらなかった「皆さん!」ととうとう私は一行が階段を上りかけた時に言った お互いが晴れたことを私は嬉しく思います。皆さん方のご検討を祈り、それからもう少し礼儀を重んぜられんことを望みます。時に皆さん、これは、これはなかなかよくできている家です。何かをすらすら言いたい激しい欲望を感じて、私は自分の口にしていることがほとんどわからなかった。 素敵によくできている家だと言っていいでしょうなこの壁はおかえりですか皆さんこの壁は感情にこしらえてありますよそう言ってただ着るいじみたからいまりから手にした杖でちょうど愛妻の死骸が内側に立っている部分のレンガ細工を強くたたいただが神よ 私の打った音の反響が静まるか静まらぬかにその墓の中から一つの声が私に応えたのであった初めは子どものすすり泣きのように何かで包まれたようなキレキレな叫び声であったがそれから急に高まって 全く異様な、人間のものではない一つの長い高い連続した金切り声と地獄に落ちてもだえ苦しむものと地獄に落として喜ぶ悪魔との喉から一緒になってただ地獄から聞こえてくるものと思われるような半ば恐怖の半ば勝利の。 号同国するような悲鳴となった私自身の気持ちは語るも愚かである気が遠くなって私は反対の側の壁へとよろめいた一瞬間階段の上にいた一行は極度の恐怖と幾度のためにじっと立ち止まった 次の瞬間には幾本かのたくましい腕が壁をせっせと崩していた壁はそっくり落ちたもうひどく腐乱して結婚が固まりついている死骸がそこにいた人々の完全にすっくと立ったその頭の上に赤い口を大きく開け らんらんたる片目を光らせてあの忌まわしい獣が座っていたそいつの感作が私をおびき込んで人殺しをさせそいつの立てた声が私を好経理に引き渡したのだその怪物を私は その墓の中へ塗りこめておいたのだった。